いうふうに思います。あと、銀行窓口とか ATM でですね、いろいろ引き出しっていうのは、できるんですけれども、結構ですね、ATM で僕も経験したんですけど、カードが吸い込まれてしまって出てこないということがあるんですよね。で、これ、時々あるんですけれども、まあ、日本ではね、なかなか起こらないんですけども、現地ではあって、まあ、その場合ですね、必ずセキュリティガード、要は警備員がですね、監視確認いるので、まあ、トラブルになったという感じで、簡単に言える言葉だけは覚えておいて、アミンナトラボっていう形でですね、伝えてあげると。まあ、カードが出てこない。まあ、ジェスチャーでもわかるぐらいの感じだと思うんですよね。向こうもすぐわかると思うんですけども。そしたら銀行のスタッフに言ってくれますので、その場合必ずですね、どの銀行で、どの ATM で起きたかっていうのを控えておく。で、やっぱりですね、銀行の窓口にすぐ言えるように、できれば通りで、ATM だけの場所で引き出しはしない方がいいですね。銀行の窓口が開いてるところで、その横で